はい、フランチャイズマンタイガーファンディング虎の楽屋トークです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回はですね、ヘッドスパサロン千頭の力の、フランチャイズ加盟をお手伝いしてほしいということで、稲垣さんという方がいらっしゃいました。見事に、どっぷり手伝うという結論になりましたけれども、佐藤さん今日何回目ですか？初めてです。あ、初めて。はい。あ、そうですか、はい、じゃあそのちょっと感想から聞きましょう。いや、僕志願者として出たのが1年、はいはい、まあ、半ぐらい前。はい、はい、また違う緊張感があるわ。うん、はい、あの髪の毛これどうしたんですか？あのちょっと目立とうと思って。このために。え、1年半前志願者で出た時は何店舗でした？25店舗です。で、今は20、50です。おー、はい、倍ですね。はい、で本部の社長っぽくないって言われたんで、僕は虎として出ていいのかと思ったんですけど、打倒宮本セラで。いやぁぁ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 いやいや、虎として、うん、そういうことね。本家の虎にもぜひ。はい、はい、ぜひお願いします。ね、はい、どうでした今日やってみて？いや、すごい優秀な方が、優秀な方でしたよね。突っ込む場所がそんなにないのかなと思っちゃって、うんうん、はい、普通はやっぱり佐藤さんみたいに、やっぱりね、このフランチャイズ版の志願者に出てきて、志願者の気持ち分かって虎になったから、こういう振る舞いするんですけど、ハムさん言うと思いましたよ。やっぱこれがね、ね、あの当たりますわなって僕は思ってましたね。おということで、じゃあ青さんどうですか？青さん何回目ぐらいだったの？僕は FC 版のトラは初めて。あ、そうだ、前回1回呼んでいただいたんですけど、その時あの志願者の方、そうだ、流れた。それでなんか僕や、あの青ちゃんがかあの急に志願者なんてやってた。そうだ、そうだ、 FC 版のトラは初めてで、はい、で本家やって、はい、で今度は人生版だとしていただいて、はい、今回 FC 版初めてで、フルセーフさん、フルセーフさん。おー、やっぱこうめちゃくちゃ面白いですね、うん、もうシンプルにレベルが高いので、うん、志願者の方は、ね、なのでこうすごくもう授業として聞いてワクワクします。で、僕としてはやはりあのホットペッパーのノウハウがあるっていうと、リピート率の仕組みがあるっていうのはシンプルにも勉強したいなというか、もう経営者としてすごくワクワクする回だったので、もうとってもいい回だなって思いました。でもいつもはさ、ポンコツが出てきて出したいって言ってるじゃん。いや、最初それは別の回、その映画のトラとかはそうなんですけど、FC 版はやっぱ、はい、自分も勉強させていただくのが強い回かな。はい、さあ、井口さんは2回目ですか？3回目ですか？2回目です。2回目、はい、はい、今日井口さんのためにボードを用意したんですだって井口さん本当にいろいろね、ご自身もやってらっしゃるけど、仮面も結構するじゃないですか。はい、これ、井口さん、最初から出すなと思ったら、もうすっかりあんのちょ。はい。まあ、いいんですか、癒やし部じゃなくて。いや、まあ、これ出たからには、はい、はい、こっちです。まあ、内容は良かったです、ね。はい。まあ、採用が、まあ、おっしゃられたと思うんですけど、美容院よりめちゃめちゃ採用しやすいんですよ。うん、そこがやっぱり気になると、まあ、いろんなビジネスをやって、まあ、ちょっと、私も勉強したいなと思いました。やっぱりあの美容師の採用ってのは大変なんですか？美容師の採用はめちゃめちゃ大変です。でしかも辞めるってことですよね。まあでも昔は辞めないですね。そうですか。はい、まあ、美容師の待遇もかなり良くなるんですけど、うん、ただもともとなる人が少ないので難しいです、うんうん、なんかあの美容師でありながらずっとこうなんか買収したりとか M&A とかってね、そういう言葉がボンボン出てきたから、そういう人を若い頃から持ってた方なんでしょうね、きっと。さあ、竹村さんいかがでしたか？そうですね、本当にあのトークが切れるというわけじゃないんですけど、すごい方だっていうのが伝わってくるという、はい、安定したぶれないところが、ね、はい、感じられましたね、うん、あとはだからやっぱり市場ですよね、うん、あの言ったように投信が成功したからそれを真似て四隅場合も入ってきて、まあ、それで市場が大きくなったんです。今回の場合はおそらくね、ドライヘッドスパの市場っていうよりも睡眠市場なんですよね、うん、睡眠市場って莫大な市場があって、その中でドライヘッドスパがどれだけの市場を取るかっていう、うんうん、これが1個でやるよりは2個、3個、4個、5個と出てきた方が睡眠市場の中でドライヘッドスパっていう業態が大きくなるんじゃないかと思います。なるほど。これを見られた方でいきなり林さんが癒し部って話になってて、ね、林さんのあの令和の虎の方の実はプロモーションは変えましたけど、それでもまだえって思ってる方が見えると思います。林さん、この癒し部ってどんなきっかけがあって？はい、はい、前田さんというよくフランチャイズチャンネルに出ていただいている本業ファイナンシャルプランナーです、はい、その方が、ヘッドスパを立ち上げて、まあ、十何件か行ったところで、はい、もうワンステージ上げるにはちょっと自分の力だけじゃ無理だからということで、まあ、ご相談があって、じゃあ僕社長やろうかみたいなことで、
引き継いだものが、癒しっていうところなんですね、はいはい、なんでそれは多分ご存知だったと思うので、うん、稲垣社長がそれでも出ていただけるっていうのは、はい、なかなか簡単なことではないと思うんですよね。だからそれは思うとかいろいろあるのが普通だと思うんです。すごく寛大だし、すごいなんか器の大きさも感じるし、けど、まあ、癒し役には負けないっていう自信があるんですよね。そうなんですね。なので、はい、僕もうかうかしてられないなっていうか、はい、より気合が入るというか、はい、本当、頑張ろうって思いました。最初に入ってこられて、なんとかやり直しがあったりとかが映ってないので、あの人の緊張感が視聴者のことに伝わらないかもわかんないけど、最初すごいなんかこう緊張されてたんで、大丈夫かなと思ったのが、いやでもトータルで見たらすごい僕は優秀な方だと思いましたよ。そうですね、はい、そうですね、はい、非常に可能性の高い。岩井社長から、はい、じゃあ今日の会どうでした？まあ僕もこのフランチャイズ団体ガマンの司会をほとんどでやらせていただいてるんですけど、まあ3本の会が優秀な方だなと思いました。コミュニケーション能力に関してはですよ、はい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 、まあそのビジネスに関してどうかわかんないんですけど、結構自信に裏付けられてるなっていうのはすごく思いましたね。そうですよね、はい。これ逆にリオシープのコメントちゃうじゃないか。いやいやいや、だけどね、これまた林さんが危機感を持つっていうのはこれまたプラスの。あ、そうだ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 、大事なこと。これそういうものなんですよ。だって投資も危機感を持ったからまたこう、あの時やっぱすごかったからね、寄せ目が入ってきて、もうこれはおしまいだって言った人もいるけど、いや負けないんだって言ったことで、これやっぱ危機感ですよね。だからね、林さんの性格からすると、クソ絶対負けてたのかっていう気持ちにならない人じゃないかな。どっちがうまくいっても儲かるしな。そんなことない。ちゃんと計算してるよ、ちゃんと計算をね。いやだけど、5月13日に癒しイクの加盟説明会をしようと思ってたんですけど、はい、もう緊急で先頭の力さんにも来てもらった方がいいかもしれないですね。面白いアイデアです。あれ、なんですか？両方合同でやる。おー。どうしよう。いいかもしれないめちゃめちゃ面白くないですか？おだから癒し役話して、先頭力話して、はい、最後両社長の対談とかすればいいかな。そう、それでなんかブース設けてサウチみたいな。おお確かにね、いいかもね。いやなんかすごい面白い。はい、私もそこで選んでいいですか？うん、よく。え、どうだ、競技の皮脂どうする？まあそれはだからこの2つに関しては契約書には書いておくけど、この2つに関しては取れるんです。競技師っていうのは塾加盟したら他の塾加盟しちゃいけないよ。ホワイトニングね。だからホワイトニングカフェ加盟したらエクシア加盟しちゃいけないよっていうのがあるんだけど、だけど、だからリアシープと、まあ、先頭の力を一つ一つやりますってなんだから、どっちかにやらないと。なるほど、うん、そういうものだろ。これでも加盟店からノウハウがいっちゃうことが、ね、当たり前になっちゃう。まあ、それはダメじゃないかな。そうなんだ、なるほどね。あとはだからね、取り替えるのがいい。足を合同する。じゃあ、一言だから楽しそう。じゃあ、稲垣社長、5月13日はいつますかっていう。あと、放送がこれ、特刊工事行ったらいつですか？いや、全然大丈夫ですよ、まだ。間に合う？ね。13までだったらいいよ。今日13までちょっと告知期間があるからね。13の1週間以上前には。あ、間に合いますか。はい、まあ、浦和さん相談のもとですけどね。そうですね。はい。なんか、いや、面白そうですね。理想ですよ。うん、こんなのしかもね。どっちに加盟してもらっても僕なんて幸せな仕事なんだこんなのいいのかということで、ね、3本よしでございました。はい、ありがとうございました。